ようございます。おはようございます。愛咲チャンネル満作の宿り支援師のレアと咲でございます。本日は緊急速報、速報よくあるね。動画を緊急で動画を回してます。動画を回しています。てか別に緊急ではないんだけどね、俺にとっては。まあそうなんだけどね、そのメッセージとかコメントとかで結構入ってくるんですよ、この内容が。何が？南海トラフについて。あ、ね、でちょうど今これを撮ってるのが今日何日だ、9日、8月9日の金曜日の3時頃なんですけど、確か昨日8日だっけ、うん、宮崎沖のなんだっけ、なんとかなのなんだっけ、うん、で結構地震が頻繁に起きてて、うん、どうなんですかっていう話だよね。結構大きめだしね、6、うん、震源が 7.1 で6強だったかな、うん、まあ大きいよね。でもその後にさ、うちら家におるときに地震あったよね、うん、あれそうだよね。でもなんていうの、出なかったよね、調べても。そう、あれ揺れたっていうよりはなんか響いてたって感じ、うん、ずっと俺見とったもんね、うん、揺れた方っていう、うん、どっち見てたかちょっと見ちゃうな。そう、まあ何を話すべきなのかなっていう、うん、いつも地震来る前にちいちが地震って言うから身構えるんだけど、昨日はなんかちょっとなんか響いてる感じがあったから、揺れるっていうよりは、うん、まあみんな気にするのは南海トラフいつ来るのって話やんか、うん、それはそのうち来るよ、うん、明確にね、言っちゃうと知らないから言えないとか言う人もおるけど、実際今の時点でちいちはいつ来るかは大体は分かってる。分かってる。それは天界側で聞いてる、うん、聞いてる。その期間というか時期っていうのは一つじゃなくて何個も言われてる。何個も言われとって確率の高いところの順番を言われとる、うん、でもまあ来るよねっていう話はしてる。だからそれをなんとかするためにあれこれあれこれ手を、ね、加えたり流したり、ね、いろいろしてるっていう状態で、うん、でまあ今回に関してね、正直言っちゃうと直接的な原因はないんだよねっていう、うん、直接だよ、直接。でも今日ね、歯医者行っとったんだよね一円、うん、その間に待ってる間にその災害系を担当してるっていうか、災害をその担当って言い方はちょっとおかしいんだけどね、司ってるって言った方がいいんだけど、うん、で何気なく声かけられて暇そうだったからそしたら3分ぐらい贅沢がよかったよねって言われて、急に電話が来たの、うん、急にっていうかねえねえみたいな、うん、何今っていう感じで、うん、で大きい湯で3分ぐらい贅沢が良かったよねって言われて、えどういうことって言ったら、うんって言われてね、うん、それはこの現代側での3分なのか天界換算の3分なのかっていう、それは分からない、分かんない。でやっぱどこでも言ってるけど、やっぱ人の念とか思いとかがそれに集中すればするほど起きやすくなるんやて、災害でもいいことでも悪いことでも、うん、だから確率的なものは確かにあるもんで、言うと、ね、フォロワーさんとかがそれを信じちゃって、あやばいそれに備えなきゃって、確かに備えなきゃいけないんだけど、起きる確率が上がっちゃうんだって、それが、うん、それは願いとしてその微精霊さんたちがそう叶えるっていう可能性が出てくる、うん、本来自然現象で起きるべきのものが微精霊が手を加えて速くなるとかね、うん、より大きくなるとか、うん、そういうことがあるから、あんまり安易に言うのはまずいんだけど、だいたいこの時期に起きるだろうは言われてる、うん、言われてる。でその3分ずれたから良かったよねって言い方をされたから、この現代の3分って言うんだったら、うん、その3分ずれなかったら
南海に発展してたよっていう言い方、うん、でも展開側の3分だったら、展開側だったらもう5日から1週間ぐらい変わる、うん、3分で、うん、そっちだったら今日ね、この8月9日から1週間から10日は要注意した方がいいよっていう意味合いにもなる、うん、そのどっちかっていうのも肝心だけど、うん、分かんないんだよ、分かんない、あの言い方されたから、その向こう側も明確に言わないっていうのもある？まあ言わないよね。でも俺は向こうでその資料を見てるから、うん、向こうでは見て聞いてるけど、絶対それ起きるのかって言ったら多少の誤差は出る、うん、絶対何時何分何秒っていうのはなかなかない、うん、人が亡くなるのも運命も決まってるけど、誤差はあの多少出るから、日にちで誤差は、うんうーん、なかなか出ないけど、1時間単位ぐらいではちょっと出る、うん、やっぱ、うん、だからこの地震に関してもあのこれを言うとなあれなんだけど、確率がかなり低い話ね、うん、起きない方法もあるんやで、起きない方法もある、どういうこっちゃ、んでそのめんどくせえなあ、もう地震のさメカニズムとかさ、調べてる研究者とかの方とかさ、なんで起きてるのか、もうプレートがこうやって入り込んで入り込んでこの引っかかりがあって、あの耐えきれなくてバンっていって地震が起きるっていうのが基本的なメカニズムで、常に地盤っていうのは動いてるやん、うん、で熱を持ってて滑り込んでるお互い、うん、で何かの引っかかりがあってそうなって、その引っかかりの原因の要因も人間なんだ、そしたら極端なこと言っちゃえば人がいなかったと、あ、地震は起きるけど今ほどの大きな地震にはならない、なる、でもなんていうの、震度7とか8とかね、そういうにはならないけど、震度4とか3とかはちょっと頻繁に起きる、それはもう自然現象、うん、ただしその人間が関わってない場合、今みたいに地震が小さいのは多いんだけど、うん、ドッカーンがある、震度12とか、人間が関わらないと、じゃあ関わっていい、いやどっちこっちだよね、関わってるから震度の最低ラインが上がって、で回数的に震度7、8が増え出したっていう、でも大昔ね、もっと昔はその震度7、8じゃなくて3とか4がちょこ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 起きてて、何万年周期とかで震度10とか12っていうのがボンって出るっていう、人類にとってどっちがいいんだろうっていう、やばい一発を受けるのか、それともまあ十分震度7、8もやばいんやで、それを、100年、200年、300年周期で人間が浴びるのか、人間が関わったせいでその日あの頻度が上がってる、そのなんでそうなった方法っていうか理屈も分かってるけど、これを言うと今言った地質学者、地面の質を調べる学者たちの見解になるから言いたくない、うん、でど素人かってまた言われるから言いたくない、うん、でも明確な理由は分かってる、人間が関わった理由でこうなってるのもあるんやで、うん、展開側が災害を起こしてるわけではないし、そうだって自然現象は起きるものなの、うん、でもあえて起こしてるとこもあるよ、うん、やらなきゃいけない、大げさに言えばその昔大流行した病気とかね、うん、あの昔のスペイン風邪とかペスト菌とかね、うん、人を減らさなきゃいけない、うん、意味があってその病気を消さなきゃいけないから災害を起こしたとかね、そういうのは正直あるんやて、うん、じゃあどれが展開が関わったかっていうのは言わない言わない、それは言わない、さすがに言わない、どの災害とかね病気とかねが展開が関わったかは言わない。
だって喧嘩勃発するよ。そう、何もいいこと起きないじゃん。起きないよ。でどこが発生源とかさ、その人間が作った病原菌だとかさ、破壊兵器だとか、もうどの国がどうやって作ってどういう経緯なのか大体分かったよね。うん、でどこで何の目的で使おうとしたのかそのも分かったよね。うん、言えるわけないじゃんって。言えるわけないもんね。言ったらどうなる？俺消されるだけ。笑い話で済めばいいけど、図星使えた政府はどう思うっていう。そうなる、ね。公安とかさ、昔の KGB とかさ、FBI のもう暗部とか、それ知ったらどう思うっていう。リスクがある。だから簡単にさ、その行方不明者のその犯罪者捕まえてくださいとか、別にさ、ガチでやれば、やれんことはないよ。その後どうすんのって。その人がもう絶対さ、世の中出てこないという保証はあるのっていう。出てきたら絶対うちらさ、俺狙われる、下手したら俺の家族狙われる。もっと言ったらその犯罪者の家族が逆恨みするやん、まあ、自分の子供を捕まえたから。です、ね、だから極力さ、分かっとっても探す気にならない。一人の悪が消えたから世の中良くなる、良くなるわけないやん、うん、よく言うやん、いたちごっこやで。何やっても次から次が出るし、うん、負の連鎖はつながってくから無駄なことはない。悪が消えればまた別の悪が。そう、まあちょっと話変わっちゃったけど、その地震に関してもある程度のことは分かってるし、うん、どの時期で起きやすい確率も分かってる、うん、で展開側がどう頑張ってもそのイレギュラーはあるっていう、ね、ある。それが間に合うか間に合わないか。間に合わない時もある。そう、全部が全部じゃない、うん、まあどっちみち展開側にとってもさ、その展開側とかあの世にシステムに障害が出ない限り勝手にやれだから、うん、人間が起こす犯罪だとか戦争とかね、うん、自業自得やで人間自体が。ってことでこんなとこはなんか、そう、大体いついつ来るっていうのは分かっとるってなっとるけど、うん、まあうちらが目安で言うと生きてる間に来るの、うん、確率はある、うん、来ない可能性もあるってこと。キルキル今ちょっと待ってね、うん、どこまで行ってもいいかなと思って、ここ50年で起きる確率がある瞬間が3回ある。で今回は1回なの、それの。いや、ない、関係ない、うん、一応3分イレギュラーに入るかも。うん、そう、イレギュラーに入る今回は。でもその展開側に言わしたら、まあ大丈夫でしょう今回に関しては、うん、って言ってる、うん、あの言い方のニュアンスね、うん、50年の中であと3回、3回で確率があるかなっていう。イレギュラーは別、別で、そんなイレギュラーだったってさ、これで地震起きてさ、今回あのね、テレビ時代がそもそもほぼ見ないからさ、うん、被害とかどんだけ出とくか分かんないから、あんまり安易なこと言うとあれやけど、うん、どうなんだろう、見た、見てない。なんか今ちょっと車の中で撮っとんだけど、一応カーナビに出てんだけど、なんかのんきに話しとるもんね、みんな危機感を感じてないよね。あまり感じないね、うん、まあテレビだから、ね、まあ、テレビ笑顔で話さなきゃいけない、うん、まあ頑張ってピーピー、お腹の調子、そのピーじゃない No Gary, No Gary 女の子が言う言葉ちゃうね女の子の言う言葉ちゃうねそれ、うん、だからまあいついつ起きる言いたくありません、やっぱ、うん、どんだけ考えてもさ、言うとやばいよねっていう、うん、一つだけ言ったるかもんなら、カットするかは考えるか、うん、カットするか、うん、5年以内の確率が %、 高っは？マジ？うん、じゃあさっき言った3個の中の一つは5年以内ってこと？それパーセンテージ言わん方がいい。
でその後のやつがカクンと確率が低い、うん、下がって、でその後にだいぶスパンが空いて高確率になる。あのある意味察してくれると分かるかもしれないけど、うちらが引っ越さない理由とのもちょっと関連してる。下手に動きたくない、あとお金がないことないことって言ったらおかしいけど、引っ越して家賃払うよりはちゃんとしたお家をねもうしたいかなっていう、そういうのもある。どこに引っ越す、個人的にはやっぱ山か海か、でも南海トラフが怖い。怖いね。だからまあそういうとさ、もう何にもできなくなっちゃうから、うん、ね、みんな大好き来年の7月、それまででいいんじゃない、まあ、まあ俺は正直信じてないけどね、うん、あのさ大々的にさ、あえてみんな本まで出してるじゃん、その昔書いたアニメの、アニメ漫画の人はまあ別だとしても、便乗してさ本出しまくってる人とかおるやんか、撮影とかもしとる人もいるやんか、うん、それ7月の何日だっけ、あれ過ぎた後にどういう対応するかなって、しれっと他人事になるのかな。まあそうじゃない、昔のあのノストラダムスみたいに、うん、そういう人は叩かないの。叩かないだろうね。叩かないね。それがうちらが言ったら叩くんだろうね。そう、どうせね。どうせね。だって言わないな言わないで知らないんでしょ、言ったら言ったら会ってないでしょ。何でも言うなよ、そういう人たちはね。ティッティッティッいいのこんな感じで。だから可能性的にはいつでもどこでもありえるよっていうことだよね。ありえるよって、引き金になるのはあるけど、今回に関してはまあ10日はちょっと気をつけた方がいいかなっていう話で、うん、そうだよね。これいつアップ、来月いや頑張って編集してすぐ出せるようにするよ。お願いします。ってことで地震に関してこんな感じでよろしいですか、はいはい、ではおつおつありがとうございます。おつおつ、そんな感じじゃないかカットでピーでいいですよ。